皆さんこんにちは。旅するアーティスト、たりきメンターの地球です。岩内の紹介も今日が最後、3回目ということで、浄土宗の寺貴光院を紹介したいと思います。東京以北木造では最大の大仏が、あるんですけど、すごかったです。まずは見てみてください。この左側にあるのが貴光院でいただいた御朱印です。たまたまね、前回行ったお寺が江徳院鎌倉の大仏さんだったんですけど、その隣に貼ってあります。はい、今回は貴光院に行った様子を見てもらいました。あの大仏は東京以北で木造では最大の大仏らしいですね。他にね、大きい仏さんが、東京以北でどこにあるのかっていうのは、まあ、実は知らないんですけど、あればねちょっと見に行ってみたいなと思いますが、でもなんせその東京以北で、まあ、しかももちろん北海道でもそうですけど、一番大きい、大仏さん仏さん、っていうのがねあるのが言わないっていうのが、すごいなぁと、まあ、それだけでも、まあ、昨日のね言わない神社もそうですけど、すごくそういうスポットがねあって、なんだろうな、まあ、町がねやっぱりちょっと古いっていうのはあるんでしょうけど、歴史がねやっぱある町っていうのは、まあ言わないは道南ではないんですが、まあでも、まあ、日本海側で、あともう少し下っていくと道南の方にもね行けるような、割と道南に近い地域ではありますけど、やっぱりそういったことも地理的な部分も関係あるんだろうなとは思いますけど、あ、すごい良かったです。そしてあそこの、奥さんですかね、結構最初あの僕あの映像でも見てもらって分かるように、正面からは入れないんですね。で、あれこれどうやって入るのかなと思って、なんかちょっと窓が見えたんで、窓から覗いても、見えないなってどうやって見るんだろうって全然分からなくて、あんまりそういうの下調べとかをせずに、行ったもんですから、でたまたま、まあ、御朱印とかいただけるんかなって思って、まあ、そのね、ちょっと、まあ、玄関があったんで、神社でいう社務所みたいなね感じの、まあ、とこですねに行って、たらまたまたまその奥様いらっしゃって、どうしたのと、何かご用ですかみたいな感じで声をかけていただいて、で、ご主人でいただけるんでしょうかって言ったら、まあ書き置きだったんですけどね、それでもいただけて嬉しかったんですけど、ありますよって言って、でもしまあ拝観するんだったらここから入ってくださいって言われて、で、通されて入ってたのが、まあ、あの中のね本堂なんですけど、いやすごいな、本当すごいなってひたすら思って、地元の方はね檀家さんを見慣れてるからそこまで感激は、まあ、しないのかもしれないですけど、まあそこまで大きいとさすがにねすげえって思いますよね。であのしかもね仏様って言ってもその、まあ、宗派によってその本尊って違いますから、もちろんそのお釈迦様だったりとかね大日の如来とかこうあったりしますけど、まああの貴光院は浄土宗のお寺ですから、まあ、もちろん阿弥陀さんが祀ってありまして、余計ね僕はまあテンションが上がって、
まあ、お念仏を唱えてね、心の中で唱えて手を合わせていたわけですけど、いやーもうそれでね、もう感慨深いというかね、いやーもうそれだけで、こうもう本当やっぱお導きって言っちゃうとね、まあなんかこう、すいません、言葉がちょっと軽いのかもしれないですけど、本当に呼んでいただいたのかなって思ってね、すげえよかったです。スラスラ話せる感じでは ないというか、まあ、そこまでこう、いや実はだからその言葉になる感想がないとかではないんだと思うんですけど、言葉に、まあ、できないのは、まあ、もちろん語彙力があまりないっていうのもあるかもしれないけど、それだけじゃなくて、ただもう言葉にならないその空気感がとにかくもうそれで十分って思っちゃったんだと思うんですけど、だから今もその思い出していろいろこう、まあ、例えばね情報をこう並べて話すっていうのはできるんでしょうけど、あんま別にそういう話を、まあ、それだったら別にねどこかのその紹介チャンネルみたいな感じで、ね、やってるとあるんでしょうし、あるのかな、わかんないですけどね、まあそういう、まあでも、まあ、ブログとかね、その今だったら聞こいなんか有名なんでね、多分紹介してるとこはいくらでもあるのかなと思うんで、あえて僕はそういうところで紹介をしたいとかではないから、特にその、情報としてはそこまで詳しくは話そうかなとは思わなかったんですけど、まあそのあなんか一度ね場所をその今のと本堂がもちろん大仏さんがデッキを作る前に、まあ、もうちょっとこうちょっと今あの小高いとかちょっとだけ上がったところにあるんですね、街中からね、まあ、出てもまあ、まあ、なんだろう、中心部から10分ぐらいなんですけど、でまあ その前はもっと本当に何て言うの、海側っていうか中心部にあったらしくて、でそれがまあ明治か大正ぐらい その火事で大火で焼けてしまって、で建て直して、ただその後またあの昭和のね、昭和の戦後数20何年とか29年だったかな、なんかその大火あの火事があったらしいんですけど、結構その時にいろんなところが燃えてしまったっていうね、かなり大きな被害があったらしいんですけど、その時は残ってたらしいです。で結局その去年かな、あの大仏100周年を迎えたということで、100年ですよ、すごいっすよね。いやだからそれはもうありがたいわと、それを見に行くだけでもね、お客さんに会うだけで、阿弥陀さんに会うだけで、僕はね、あれ見れただけ、お会いできただけで十分やったかなって思ったりするんですけど、はい、はあ、なんていうかね、まさかそこまでの、まあ、気候院っていうのはね、あの友人から聞いてて、その岩内の地元の友人から聞いていて、じゃあ情報としては知ってたんですが、そこまで、まあ、ノーマークって言ったらなんですけど、特にその岩内自体もね、ここを見に行こうみたいな、すごいこう計画を立ててきたとかではなくて、なんとなく、くっちゃんからバスで45分ぐらいで行けるから、行ってみようぐらいの感じだったんで、勢いで来たみたいなところがすごいあるんですけど、でもそういう、なんていうんですかね、こう、思いっきり、こう、なんか、旅する、計画立てて誰かと行く旅行っていうのも別にいいと思うんですけど、こう、フラッと行けるね、気軽に行ける、しかも日帰りで、まあ、僕も熱海いた時なんかも、まあ、まさにそれで、三島行った時もそうですし、伊豆半島のね、東海岸、こう、電車で行った時もそうですし、大体そうなんですけど、今回もそれと一緒で、でもそこでもやっぱり偶然もう行って勢いで、例えば下調べをすればそれはそれでいいんでしょうけど、そういうのがなく偶然の出会いみたいなのがやっぱ楽しくてね、考えてみればそういうのずっと用を出てからやってる気はするんですけど、まあある程度は調べるんですけどね、まあさらっとね、でもそこまでたくさん調べたところでなんていうか、そこの情報とか計画に感じがらめなの僕も嫌なんで、やっぱそこの即興性というかね、なんていうんですかね、やっぱりこう
その時思い立ってその時感じたままに動いていくみたいなの方が僕はっていうなと思うんで、それもあってあんまりそうガチガチに固めないでいくんですけど、今回もそれでね行って、まあいい出会いがあったんで、やっぱり間違ってないんだなって改めて思いましたけどね。この感じで、まあそうですね、あとニセコにいるのもあとほんと1ヶ月切っちゃったんで、この周りでどこが行けるか分かる、まあせいぜい今日はちょっとかな、言わない、もう1回ぐらい行きたいんですけどね、本当はね。お祭りもね今週あるからとか思ってはいるんだけど、ただまた別にね北海道で、地元ではあるので北海道は、札幌からそんな遠くない場所にもあるんで、ちょっとまたの機会にね来てもいいのかなとか思いますし、冬はあんまり苦手なんで来たいとは思わないんだけど、そうそう、だから本当すごいですよね、この辺に、まあ、移住する人とかも結構いたりしますけど、本当だから冬が平気だからみんなされるんでしょうけど、僕はちょっとそこだけは申し訳ないけどダメなんだけど、でも好きなんですけどね、夏は特に好きなんですけど、旅で来るんだったら全然何回でも来たいって思います。いいところですよ、食べ物もね美味しいでしょうし、まあそう言わないはやっぱりね、あの漁師町なんでお魚、なんだろうな、ホッケとかはすごいいいとか言ってましたけどね、そう、そういうちょっと地元のねものも本当は今度来た時は食べれたらいいかなとかちょっと思ったりしましたけど、まあ、でも本当に今回はこの昨日紹介した神社と、まあ、今回その今日の紹介してる聞こえだけでも本当十分だったかなってぐらいのもうボリュームでした。すごい良かったです。はい、いやー本当良かった。そういった出会いにね本当に感謝しております。ということで今日はこの辺で、ね、旅するアーティスト、ダリキペインターの地球でした。どうもありがとうございました。